うまいなと思いました、本当に。ありがとうございました。あれでしょ、滑らない話という番組をやってらして、はい、その中であの面白いお話なすって3回優勝なすったって、はい、あ、はい、ね、すごいですね、あんなお話上手の方ばっかりの中で。いやいや、同じ顔といういきなりなんですけど、はい、同じ顔というなんかお父様と妹さんとみんな同じ顔なんですと、はい、はいはい、そうなんですよ、うん、その同じ顔っていうのがお話の中で面白いと聞いておりますが、 ありがとうございます。それをちょっとお願いできます。落語の方じゃないですか。ちょっとお願いできますか。まあまあ、あのかいつまで言わせていただきますと、はい、僕と、おとんと、そして妹っていうのが顔が、まあ、基本的にはよく似てるななんていうのはちっちゃい時から言われてまして、それがやっぱ似てる時期と似てへん時期っていうのがあるんですけど、ほうほう、僕が高1ぐらいですかね、はい、これ父親なんですけど、うん、これあんままだね似てへんがなという人もおると思うんですけど、まあ、系統とかが妹もなんか一緒で長さも含めですよね、うんうん、で、僕が高1、僕が高2、妹が中3の時ぐらいですかね。僕は妹なんですけど、右側が。あんた可愛い、うん、で、父親がいてまして、それが3人が一番その時期ぐらいが似てる時に、うん、母方の、おじいちゃん、おばあちゃんがお亡くなりになって、お葬式に向かうと。で、母親が車で向かったので、父は喪服を着て電車。僕も一緒について制服。妹はセーラー服を着て、電車に3人で乗って、その葬式会場まで向かうということになったんですけど、まあ、ちょっと混んでたので、まあ、ちょっと高な時期ですから父親、僕、まあ、妹というのがちょっとバラバラに立ったんですよね、うん、で父親は釣り竿持ってたんですけど、そこに、ちょっと天ヶ茶屋というところで降りたので、妹が父親の横の釣り竿持ちに行ったんですよ。で僕だけちょっと離れてて、で新今宮というところでもっと空いたから、まあ思春期はとはいえこんだけ離れてるのもおかしいなと思って、僕も妹の横に釣り竿を持ちに行ったんですよ。そしたら前の女子大生みたいな女の人がめっちゃこうやって笑ってるんですよ。でも僕らもそういう人生も慣れっこですから、あ、またかと、うん、きっと僕たちの顔を見て笑ってるんだなと、うん、それがまた3人同時に来たんじゃなくて父親変な顔やなと思ってたところに、うん、同じ顔したセーラー服のやつが来たと、うん、まあ女子大生それは笑いますよね、うん、でもこの2人で終わりかなと思ったら制服着た男の僕がまたやってきたんですよね。まあそのパチンコで言うと77で7みたいな感じですから、それはもう女子大生笑いますやん、うん、でまあ僕はまだ慣れっこですから、あ、まだこんなことあったんかぐらいやったんですけど、妹がもう顔真っ赤っかなって下向いてずっと、まあね年頃ですから恥ずかしいみたいな、うん、で難波という終点について降りた時に妹が私この顔嫌やーって大きい声で叫んだんですよね。でこう涙をポロポロ出して、うん、ほんで父親がいやもうしゃあないからそんな顔やねんからみたいなことを慰めてる。で僕は横で笑ってる、泣いてる、慰めてる、笑ってる、3人とも同じ顔だったんですよね。その表情や感情違いと顔は一緒だったっていう、まあそんな話が。でもそんなに似てらっしゃるのね。でも妹さんはいい良縁があって、そうなんです、とてもお金持ちのところに、はい、名古屋のすごい老舗のおまんじゅう屋さんの、息子さんのところに嫁ぎまして、で僕の人生の中でいろんな披露宴行かせていただきましたが、妹の披露宴というのは陣内紀香の披露宴の次に盛大でしたね。はい、本当に我が妹の披露宴かと思うぐらい景気もこんなんで、あ、そうですか、はい、それか思ったら僕は本当にね貧乏時代に結婚しましたので、あの三宮の和食の店を嫁はんと探しに行って、あのここぐらいでええかって本当の小さな和食屋さんを貸し切って、テーブル持ってきてもらって黒い布ね、かけてもらって、そこにろうそく一本立ってて、そこがまあ高砂席ですよね、簡易的な、でみんな普通に席についてもらって、僕立ち上がってマイクで、あのこんな披露宴ですいません、あの今日は好きなもの食べて帰ってください、僕ら結婚しますんでお願いします言うてマイクを置いて、ケーキに言うとも何もなくみんなご飯食べて帰るだけ、本当同じこの身内の女でも、妹は金持ちと結婚して幸せそうやな、よかったな、こっち不幸せそう、誰のせいやねん、俺のせいかいみたいな、本当につらかったですね。でも雨の降ってる時に奥様がなんか自転車かなんかで、はい、ビニールの袋にお大根いっぱいいっぱいパンパンに入れて、はい、帰ってきて、はい、僕新喜劇入りたての時に結婚したんですけど、人生で一番貧乏な時結婚してしまいまして、あ、うん、まあ、僕はちょっと古い考え方で男が食わすもんやみたいなところもありながら、でも生活費を半々しなければならない、すごい辛いなと思ってたんですけど、その嫁はんがあの
ちゃんと働いてるんですよ。服飾の仕事をして一発の給料もらってんのに、うん、はい、あの苦労かけてるわけですね、うん、で雨の日に自転車で会社終わってある程度稼いできたのにチャリンコ乗って帰ってきて、ごめんごめん遅なってみたいな、何がごめんやねん、別にええよみたいな、うん、ここなんかで思ってますけど、うん、つって今から ご飯作るわ、ごめんな、お腹空いたやろで、やった時に見て見て、めっちゃでかないこの大根、これ50円やってん言った時、もう胸がこう痛なって、その時のじゃこおろしの味は未だに忘れんすね。じゃこおろし、はい、あのじゃこを吸ったやつに、あ、じゃこ吸ったんじゃ、大根吸ったやつにじゃこが乗ってるやつ、あれはまあ安物大根やったからか分かんないですけども、ひとしお苦かったような記憶がありますね。でも本当に奥様はそういう点では、はい、こうなんて、あの無邪気な、はい、ね、そうです、うん、ある意味その気の、ね、回らんというか、うん、こんな貧乏させてる僕に向かって50円の大根をさらすっていうのは本当に気遣いできへんなと心の中で思ってたんですけど、彼女としてはやっぱ安くてよかったって言いたいって、ただびっくりしただけで、これ見てみて、こんなでかいの50円でびっくりせえへんっていう、ただ純粋にね。そう、純粋だったでしょ。そうです、まあ、嫁はんは本当にあなたは心の中にそういうことがあるから、はい、あ、俺のせい俺のせいってね、はい、思いになったんでしょうけどね。辛かったですね。いつ頃からそういう生活から抜け出られたんですか。結婚して2年ぐらいで、アルバイトをちょっとせずに、うん、行けたかなって感じですか。で、まあ、座長になって、まあ、専業主婦、まあそうです、子供生まれて専業主婦になったんですけど、座長になったぐらいから、まあ、普通に、給料がいただくんですか、ね、レギュラー、準レギュラー含めて9本、週に10本以上、週10本以上、はい、すごい。